はい、この子たち引っ越ししました。まあとりあえずこれね、で脱走防止でつけてます、ね、これこんな子2匹ね、とりあえずね一緒に入れてますね。エルマちゃんとチャオ君やったかな、ね、でこんな感じです。まあちょっとね、エルマちゃんはまだ保護するときに、保護っていうかこっちに移動するときにおしっこまた漏らしてね、やっぱりこの子ちょっと怖がりですね。ね、チャオ君もちょっと怒り気味やけど、こんな感じ。まあとりあえずね、これ慣れてもらうためにこのね、チャオ君使ってたあれシステムトイレを持ってきました。おからをちょっとね、エルマちゃん使ってたおからを置いてきて、エルマちゃんにこれでちょっと慣れてもらおうかなと。ね、まあ、2人のがねちょっと落ち着くかなみたいにね、まあ、喧嘩はしないと思いますわ、この2人は。うん、なんですね、両方とも怖がってるからおそらく大丈夫だと思います。ね、ここでちょっとずつね慣れてもうたらいいかなと。まあここは明るいからね、また向こうとは違って、ね、太陽が特によう当たるからマシかなと思ったりね、うん、大丈夫か、ちょっと怒ってるけどな、大きくなったな、うん、怒ってますね。まあ徐々にね、あれします。まあちょっとね、ここにね、お掃除来てくれる方はちょっとここはね、お掃除はやめてもらおうかなと。脱走した時ね大変やからね、やっぱりここはポンさんがねちょっとします。まあチュール与えるぐらいだったらね外から大丈夫かなと思ったり、だけど凶暴ですからね、凶暴いうかもう怖がり、かなりの怖がり。この二人はまだ慣れてないからね。これなんでこれを二人に入れたかというと、まあそれもあるし、まあちょっとね、またララちゃんを戻したりするのにね、ララちゃん今度こっち行ってもらいます。このゲージはねやっぱり上も開くからね、あえてこっち二段ね、今開けた時下にいてるからね、まあトイレ取るのもこう取ってね、その時脱走せんの、ここやったらもう脱走する恐れやからね、下にやってる間に上から。まあだからこれこういうまだケースも入れて、ちょっと慣れるまではね、ここで安心や思うまではここでちょっとね隠れてもらいます。この後慣れてきたと思ったらもう1週間ぐらいでこのケースをいっぺん取ってみようかなとね思ってます。その方が慣れるんちゃうかな。このケースがやっぱあかん言う人も多いからね、うん、まあ、こんな感じでね、まあ、ここはねララちゃん戻ってくるのに 砂のトイレしかねできないかもわからないんで、まあ、こんな感じで、ここやったら2段でちょっとね、ご飯食べにも行くの上やし、ここにもね寝たりできると思うんでね、あえてここにしてます。はい、そういう感じです。以上です。ありがとうございます。